そうですね、まあ僕としてはそこまで悔しくはないです、正直。はい、まあ、選手たちがね悔しくてもっと強くなってもらったらいいと思うし、的にはこの最後から2番目の選手が言ってたように、なんか雷神との対抗戦みたいなのを繋がるのも面白いかなと思ってて、さっきあのロード FC の代表も来てたんで、あの挨拶したんですけど、まあ、佐々木原社長が、ね、やるってなったら組まれるんじゃないですかね。ブレイキングダウン雷神連合軍対ロード FC だ。いや、ブレイキングダウンの選手は多分雷神に出れないと思うんで、雷神対ロード FC っていうのは普通に面白いんじゃないかな。だから年末とか、まあ、そういう試合が組まれるのが、まあ、時期は分かんないですけど、そこまでにもう一回今度韓国に行ってあの戦ったりこうストーリーを、ね、作っていくのは面白いんじゃないかなってことです。まだまだあの認知はまだまだこれからなんですよね、はい、今始まったばっかりで YouTube チャンネルもやっと上がったばっかりなので、ここからどんどん人気が出てくるコンテンツだなと私も確信しておりますので、自分ができることは韓国でどんどん協力していきたいっていうことはもう朝倉君の方に伝えてあるので、うまくいけばいいと思ってます。最終的にやっぱりこういう一本の試合っていうのは気持ち の入り方によって変わってくると思うので、その気持ちの部分で初めてリングにこうやって立たせてもらったんですけど、それでもその上を行く気持ちが勝ったんじゃないかなと、勝敗にも出たんじゃないかなと思っております。そうですね、佐田山君に勝った選手もそうだし、あと山川宗輝君に勝った選手もそうだし、あとあの YouTube の無料配信で壮絶な KO 勝ちした肩幅2期とかも結構新しい子が出てきたなっていう印象です。意外にヌリボー選手は強くなったようなという感じがしました。まあ、あれは噛み合ったっていうかカウンターパンチなんで、相手がこう打ち合ってきたから、まあ、噛み合って強く見えたっていうのはあると思うんですけど、まあ、あの清水選手も気持ちのいい試合でした、ね。そうですね、まあ、一番賛否の多かったところでいうと高校生に対して の、まあ、その批判の声は多かったんですけど、まあ、実際やってみて結構賛同の声も多いし、多分今後なんだろう、その高校生からの応募も増えるなと思ったので、まあ、やって成功だったかなって。あ、天候はもうあの構想はあります、はい、ある程度有名な選手と、あとはまあここの目立ったけどまだあのなんだろう、もっと試合が見たい選手、そんな選手の試合を組もうかなと思います。